ブゾンは、フランス、イルド・フランス地域圏、バルドワーズ県のコミューン、県の最南端、セーヌ川右岸に位置する。ポルト・ド・パリの北西約1 0キロメートルにある。1900年代のブゾン・類14世時代のブゾンは、バザン家が所有していた。ブゾンの都市化は、セーヌ川への産業化によって始まった。アルジャンユト・イユとの境にある、ラティエ地区に、1863年に、 ゴム工場ができ、1877年には電話会社ができた。後の造船所には200人から300人が働いていた。1871年から1891年の間に武存の人口は6倍になった。学校や庁舎ができ、ガスが引かれ郵便局や電信があった武存は都市へ変わった。1919年の部存議会は、その3、4が 労働者出身者からなる社会主義者が占め、戦争記念碑の建設を拒否した。トゥール会議において、ブゾンはコミンテルンに参加した。こうして、ブゾンは共産主義コミューンとなった。1920年のフランス共産党誕生以来、共産党員の市長が選出されている。1930年、サッコエヴァンセッティ広場において、初めてのリュマネデ祭りが開かれた。 カイエスペスヤルジュジャーナルレモンドエイダスヨンジュ11マーズ2008ありがとうございます。